こんにちは。こんにちは。始まってます。すいません、遅れまして。ちょっと場所をね、桜の下でやりたくって場所を選んでたら、ちょっと遅くなってしまいました。すいません。聞こえますか？聞こえますかね。かでも周りに人がね、いるんでね、あんまり大きな声出せない。聞こえてますって、よかった、ありがとうございます。聞こえてるみたいです。ありがとうございます。はいはい、今日はね、ちょっとナノバブルについてお話ししようと思って、ちょっと外からライブをっていうことなんですが、はい、じゃあちょっとどういうふうに増えたか、うん、まずはお話しいただけますか。はい、まあ、あの外でやるのとナノバブルは全然関係ないんですけどそうですね、はい、まあ、どうあの増えたっていうよりちょっとあのナノバブルの世界をねのことをちょっと知ってもらったらなと思って、あの基本的に例えばみんなが基準にしてるのは1メートルっていうのを基準にしてると思うんですよ。でそのまあ1メートルを1000分の1にすると1ミリメートルですね。まあ皆さんの大体使ってるシャープペンシルの芯が 0.5 ミリって言われてますから、あれ2本分ぐらい1ミリですね。1000分の1メートルで、さらにその1000分の1がマイクロメートルって言われてます。これはまあ100マイクロとか50マイクロぐらいになると、だいたい今の春だからちょうどあの飛んでる花粉、あのくしゃみが出そうになるけど、あの花粉がだいたいそのマイクロメートルぐらいの大きさなんですよね。でまあミリメートルだとシャーペンの芯とか髪の毛はちょっと細いかな、そういうの、ね、でマイクロの世界っていうのは花粉だから、顕微鏡で見ないと実体が見えない、ぼんやりしてるしか見えないけど、あの顕微鏡で見ると見えるぐらい世界がマイクロの世界ですよね。で、さらにその1000分の1になるとナノっていう世界になります。じゃあちょっと、うん、ミリからまあミリからマイクロになって、さらにその下のナノになると、もうね世界がだいぶ変わってしまって、普通の顕微鏡ではちょっと見えない世界。電子顕微鏡とかそういうのを使って見てる世界です。でそのナノメートルのさらに1000分の1がピコメートル、もうここの領域になると、あの分子とか原子とか、だから水素の分子とか水の原子とか分子とか、そういうのは全部あのピコの世界ですよね。だからもう全然性質も違うし、あのみんなのこうなんていうんですかね、あの物理で習った、あの物理っていうね、学校で習ってる物理はもう通用しない世界、いわゆる量子力学っていう世界ですけど、例えば普通のボールだったらここからあの向こうに向かって投げたら大体どこに落ちるかって見当つくと思うんですけど、もうそのナノとかピコの世界になると、飛ばしたボールが後ろにいきなり飛んでってたりとか、他のとこに現れたりとか、そんなことが起こる世界で、全然あの普通の暮らしとは全然違う世界がナノとかピコの世界になります。まあ皆さんがよく知ってるのが、今で出してます、うん、はい、まあ、炭酸のね泡とか、それはミリバブルって言われてる世界ですね。それからあのいわゆるマイクロバブルっていうのは、あの白濁してる状態、まあ、そこまで小さい泡の状態ですよね。で、ナノバブルっていうのは普通には目で見えないけど、まあ、あのレーザーポインターとか当てるとあの入ってるのが分かるっていう世界、まあ、そんだけ小さいっていうことです、ナノバブルっていうのは、ね、じゃあウルトラファインバブルとナノバブルって一緒なんですか？ウルトラファインバブルとナノバブルは一緒です。ただあのナノバブルっていうのはあのなんていうんですかね、どっかの国の隠語だったらしくって、であまりその世界に出すのにちょっと
ナノバブルっていう言葉はふさわしくないんじゃないかなって言うんで、本当にウルトラファインバブルっていう名前をつけただけですね。まあ一応そういう感じです。はい、ありがとうございます。はい、ではですね、ちょっと一つ一つ詳しく見ていきたいなと思います。はい、ちょっとあのナノバブルの個数が増えたっていうのは、まあ、お知らせしたんですけど、まあ、どうすごいのかとかですね、まあ、そもそもナノバブルって何なのっていうところを、まあ、知らない方も、ね、いらっしゃると思うので、ちょっとね詳しく説明したいと思います。あのまずはミリバブルから。はい、ミリバブル、はい、いわゆる炭酸水の左の方ですね、炭酸水の泡ですよね。これがミリバブルって言われてて、まあ、一番大きい泡ですね。これはもうどんどん上に浮いてって破裂してなくなってしまうっていう泡のサイズです。ミリのミリバブルっていう身分ですよね。でその次がよくあのシャワーヘッドから出てくるような、あの何ですか、マイクロバブルですね。このまあマイクロバブルの大きさになるともう目では見えるんですけれども、大きい粒じゃないんでしばらくの間白濁したような状態になって、安定してるんですけれども、これも時間が経ったらだんだん上に上がってきて透明になってしまうんですね。それから、まあ、その隣にウルトラファインバブルって書いてあるんですけど、まあ、通称ナノバブルですね。このナノバブルっていうのは通常では目に見えないぐらいまで小さいです。電子顕微鏡で見ないと見えないぐらい小さいですね。でこのナノバブルをいかに増やすかってことなんですよ。例えば、まあ、水道水の水道ひねると、まあ、バーッと白くが出てくるんですけど、あん中にほとんど入ってるのはミリバブルで、マイクロバブルが、まあ、ちょっと入ってて、でナノバブルも、まあ、1cc あたりに数個とか数十個とかぐらいは入ってる。でそれではナノバブルの効果はないんで、そのナノバブルの数をいかに増やすかっていうのが課題になるんですね。当初はね、有名なラブルさんとか、パさんとかっていうのは数千万個入ってるって言われてますよね。シャワーヘッドを出すと、まあ、1cc あたり、1ミリリットルあたり数千万個、まあ、6800万個っていうのが多かったかなと思うんですけど、まあ、数千万個入ってると。で弊社 の, あの、まあ、機械は数千万を奥にするのに一番ね初めハードルがあったんですよ ね, そうですね、うん、なのであの非常に奥にするだけでも結構あの、まあ、業界のトップクラスを誇ってたんですけども、まあ、今回ね、まあ、なんとそうです、ね、どうしてもね大きい泡ができちゃうと作るときに大きい泡ができちゃうと泡同士がくっついてナノバブルがくっついて消えてしまうんですよね。ナノバブルだけを初めから出すっていう方が品質が高いですよね。にしないと数が増えない。ねえ、だからまあ私たち の, その機械はナノバブルだけしかできないというところではすごく、まあ、個数が増えたきっかけかなと思いますね。うん、まあ、いろんなね作り方があるんですけど、まあ、一つはこの有名なのはこの炭酸水ですね。炭酸水なんかそうです。ここ見といてもあの圧力かけて溶かし込んでる時には泡なんかないんですよね。でこれをこの状態にしてるのをいきなりこう蓋をいきなり開けるとこうやって泡が出てくるんですよ。こうやって蓋を開けて圧力抜くと溶けきれないのが泡になって出てくる。でこの中に結構な数のナノバブルが入ってるんです。で大きい泡は全部なくなるんですけど、今こうやってやったからこれ多分すごいナノバブル、まあ1000万ぐらいとか数万ぐらいは入ってると思うんですよね。今こうやってナノバブルを作る機械もあるんですよ。でこれだと一回一回こうやんないと、まあ一回一回ねあの作んないといけないんで、このやり方だとそんなにたくさん作れないですよね。でまあもう一つは大きい泡を作ってどんどん小さくしていく、みんなが玉ねぎみじん切りするように、まあ、最初はこの浮き輪を作ってそれを切って小さくして、さらに切って小さくして、で小さくしていくわけです。これだと浮き輪がどうしても残ってるんで、あのなかなか安定して長い間ナノバブルが
いることがなかなかできないっていうんで、今回ちょっと違う方法で、作って、どのくらいいくかなと思ったら14億8000万 1cc あたりに入ってた。そうなんですよね、はい、もともと弊社は4億から5億個って、まあ、説明会でも言ってて、まあこれでもね多い方、うん、多いですねっていう話を、まあ、していただいてたんですけど、まさかねこんなに多く入ってると思ってなかったですよね。まあ、3倍でまた今日ちょっとね、話をしてたんですけど、これでもまだ改善の余地があるんですよね。そうですね、ちょっとねまだ思ってたのと違う部品がね、部品で作ってたから、それをでもちゃんとしたの。いやもうちょっと改善点を改善していくとさらに増えるんじゃないかっていうところを予測しているので、まあ、もしかしたらもうちょっと増える。そうですね、もうちょっと増える、うん、まあ、14億8000万個も多いっちゃ多いんですけど、まあ、私たちはここをそのゴールとはしていなくって、もっと増えると、さらに増やしていきたいですね。まあよく濃度とか言われるじゃないですか、水素の濃度どれぐらい入ってるんですかとか言われるんですけど、まあ、残念ながら濃度は測れないにしても、バブルの数が増えたらそれは水素の量も増えるわけで、まあ、そこら辺は非常に喜んでいただける商品になってきたんじゃなってきたっていうかね、まあ、進化させられたんじゃないかなと思っています。はい、で、そのナノバブルについて、先ほどまではマイクロバブルの話をしてましたよね。ナノバブルって、目に見えないじゃないですか。それどうやって確認したりしてるんですか。こういうふうにね、レーザーポインターを当てるとちょっとこう太く、何もバブルが入ってないと光は通過するんですけど、バブルが入ってるとどこだろう、これバブルが入ってるとこう太く見えるんですよね。で例えば、ね、分かるかな、光って波なんで、映ってないんで、もうちょっと光って波なんで、多分ちょっと近づけてもらって、こういうふうな、光って波なんで、こうやって通過するんですね。で通過するから透明に見える、光が通ってしまう、通過してしまうんですね。でここにナノバブルが入ってるとどうなるかっていうと、多分こんな風にナノバブルが入ってると思うんですけど、これ波が通過するとどうなるかっていうと、こうちょっとぶち当たって、ぶち当たって、まあこんな感じでね、こんな感じで波があちこちにぶち当たってしまうんで、ちょっとこうで、このぶち当たったのが緑なら緑でこう光るんですよ。そうするとこの部分だけちょっと太く見えますよっていうのが、まあ、ナノバブルの、バブルが入ってるかどうかを確認する方法だから、うちらもこうできた後必ずレーザーポインターでこう光当てて、ちゃんと太くなってるかどうかっていうのをこう確認しながらやってるんですね。こんな感じですね。左がナノバブルが入っているオイルで、右が普通のオイルっていう感じです、はい、だって光が太く見えるっていうのがナノバブルの特徴になります、はい、そんな感じですかね。ナノバブルは消えないんですか。ナノバブル自体はもうこのサイズになるともうずっと浮遊してます。ブラウン運動って言ってずっと浮遊した状態、よくウルトラファインバブルの境界はね半年持つっていうのが言われてますけど、うん、じゃあ弊社のナノバブル、ウルトラファインバブルはもう一応1年以上、そうですね、1年以上経っても消えてないっていうのは他の会社の人が測ってくれて、うん、すごいですね、分かってるんですよね。昔ね、ウルトラファインバブル1回、まあ、ナノバブル
叩かれてバッシングされてね、はいはい、あんまりこう聞かないとか廃れた、まあ、ちょっと粗悪な機械も出回ってます。粗悪っていうわけじゃないんですけれども、当時はまだ開発されたばかりで、できた水をすぐ使うようにって言ってたんですけれども、まあ農業用とか水産業用にこう機械を作ってたんですけど、あれ農家の人ってその作ってすぐ使うとかしないで取っとくんですよね、結構水をね。そうするとやっぱり出来たてはたくさん数あるけど、そのうちだんだん消えててしまったり、大きい泡が、ね、食っていってしまったりとかして、本当にまあ数万個とか数億個入ってたのが何千とか何百ぐらいになってしまう、で普通の水じゃないかっていうことがあって、でまあそれもね、作った瞬時後なんですよ、1時間後にはもうそんな数になってるとか、まあそんなことがあって、あのナノバブルなんか効果ないって言うんですけど、あの機械をそのまま出来たてを全部こう巻いてたりしてたらそんなことないんですよね。まあでも保持できないとね、うん、やっぱりその化粧品にした時の品質に関して言うと、化粧品にした時にはもうそれ無理ですから、うん、こうやってあのその液体をナノバブルの入った液体を商品にしようと思うと、それは無理、うん、機械ごとね、あの皆さんに販売しなきゃならないんですごいお金、うん、いくらになるんですかね、はい、あ、質問が来てまして、はい、ナノバブルが増えることにより今までのオイルと何が変わりますか。まあ、水素の量が増えるんで、多分血流の良さもね、良さも良くなったりとか、うん、浸透力も上がると思います、うん、抗酸化力も上がってると思うんですよね。そのまあその、まあ、単純に言えば抗酸化力も3倍3倍、血液の量血流は3倍にはならないと思いますけどそうですね。であとそのナノバブル、水素ナノバブルが入ってると血流が良くなるっていうのはもうね、皆さん展示会とかで、ね、説明会とかでもあのお話ししてるんですけど、まあこれね、浸透力、お肌への浸透力もかなり上がってるので、まあ、そこら辺も本当はデータとして出せればよかったんですけど、ちょっと今日用意してないんですけど、特に瓶ね、の扱いもちょっと注意が必要になってきますけどね。まあ、瓶というかね、容器が容器ね、あんまり逆さにしたまんまにしてたりするとどんどん出てってしまうかもしれないですね。あとはあのプラスチック容器に入れずっと入れてるのもさらに浸透力が上がってるので、漏れ出す時間がもしかしたら早くなるかもしれないですね。なのでやはりガラス瓶でね、遮光のガラス瓶で、保管するっていうのをあの、まあ、基本としてもらった方がいいかなと思います。まあ、ずっと使っていただいている方に関してはね、いつ変わったんかなとかいうぐらいのことかなと思うんですけど、もうかれこれどのくらいなんだろうね、まだそうですね。ただこれやっぱり特にあの最近の新しいお取扱いサロンさんとかがおっしゃるのが、なんかトイレ回数がやっぱり増えたとかね、汗がちょっとかきやすいんですけど、これですかとかね、汗の出る量、施術中のお客様の汗の出る量がすごい違うんですけど、これですかとかね、すごい反応がいいですね。それは多分こういう結果も伴ってるから、データが出てきたから余計かなと思うんですけど、もう3ヶ月ぐらいですかね、前ぐらいからこのやり方で作ってるんで、で、あれなんですよね、ずっとね使い続けていただいてるサロン様は、この前ちょっとびっくりする質問は、水素の量が減りましたかってなんかあんまり反応しないんですけど、水素の量減りましたかって来たんですけど、こうやって逆に増えてるんで、多分お体の方は整ってきたんじゃないかなと思うんですよ。体が徐々に改善されて、はい、その急な変化にしなくなってきたんじゃないですか、ね、そうかもしれないですね。だから使い続けることっていうのはやっぱり大切で、まあ、多分それでやめてまた使い続けたら多分また反応が出るのかなと思うんですけど、体の中が整うとね、そうですね、あのマイナス10の人がプラス10になったらすごい変わったって思うんですけど、それ徐々に改善されてって、0ぐらいになったら、0から10になったらなんか改善されたように思えなくてそれでなんか水素が減ってんのかなって勘違いされるんですけど、そうやってあの皆さんの体が良くなってるんですよ、水素でね。そうなんですよね、はい、だからちょっとね違う、まあ、多分ここまで入ってる
オイルを販売してるところも本当にないと思うので、そこら辺はオリーナ のオンリーワンの技術かなと思うんですけども、まあ、喜んでいただいたらね何よりですよね、うん、なんかね途中から入ってこられた方どうもすいません。今日はですね桜の下からお届けしようと思って場所を探してたらちょっと遅くなりまして、こんなことになってしまいましたけども、これ停止したらいいのかな、はい、まあ、こんな感じで今日はね公園からお届けしてるんですけど、本当はもうちょっといいとこあったんですけどね、川沿いがねそう、うん、綺麗なんですけど、もう人がまあ多いって言っても歩いてるだけなんだけどねでもなんて言うんですか、屋台とか出て、ね、宴会してるんで、あのブルーシート引いて皆さん宴会、あこの辺もしそうだ、ここもしてるの、参加しようとしてたね、ちょっとあの場所を変えてたら15分ほど遅れてしまって申し訳ありませんでした。あ、石川さんがマイナス10からプラス10、例えが分かりやすいですって、ありがとうございます。はい、そうなんですよね、ちょっとびっくりする個数に増えてるっていうのはここはあの、ね、私たちの誇りかなと思ってるので、ぜひね、皆さんもお客様に、今見ていただいている方ほとんどサロンさんだと思うので、お客様にこんだけ増えたんですよって、ね、言っていただけたら嬉しいかなと思います。使ってる ねオイルがそういうオイルですっていうのをちょっとこうお話ししてもらえると、はい、でもまだまだ改善していきますので、まだまだ、ね、まだまだ増える予定ですので、まあ、ちょっとあのもちろんね、開発とあの調査 とデータと全部取りながらなんで、まあ、また次いつ発表できるかわかんないですけど、ただあの 変化というか進化は進めていきたいと思ってますので、ぜひね、まずはお使っていただいている方がほとんどかなとは思うんですが、使っていらっしゃらないサロンさんもしいらっしゃったらですね、ぜひあのあなんかすいません、ちょっと一つお問い合わせいただいたらいいかなと思います。すいません、南さんが美容にしか使わないのはもったいないって書いてある、まあ、この技術 技術ね、あそりゃそうですよね、うん、まああのいろいろ考えてはいるんですけどね、うんうん、まあ、いきなりねその食品とか始めたりしても食品ね、うん、あコメントすいません、読めてなかった人いたらすいません、大丈夫かな、聞こえてます、ね、大丈夫ですね、なんかあの質問とかあのご感想とか、あそうですね、はい、アプロディーで あの原野さんですね、ナノバブルの個数が桁違いに増えたので、オイルやジェル、ローションだけでなくシャワーヘッドとか出したりしませんか。あのねシャワー、やっぱりねシャワーヘッドの方式でナノバブル作ると長く持たないんですよ、ね、とナノバブル自体がちょっとやっぱ消えやすい、うん、ちょっとねあのシャワー、皆さんがご存知のナノバブル、あのウルトラファインバブルのシャワーヘッドの作り方ではないんですよ、うん、そう全然違う作り方で作ってるんで、ね、ちょっとああいうね、うん、あの簡易式とはおかしいですけど、じゃなくて もうちょっと本格的な、まあ、あれでも数万個、数千万個は入ってるのかな、うんうん、だけどあれだとねちょっと水素を入れるってことができない、あそうですね、エアーですからね、そのエアーしか入らないのと、うん、それからできたナノバブルがやっぱりこう消えやすいっていう、そうですね、うん、あの商品としてはちょっとあの品質保持、まあ、ちょっとあの方法では作ってないですね、うん、できないんですけど、できたら面白いんですけどね、ありがとうございます、欲しいですよね原野さん、すいません私も欲しいんですけどあ南さんがジェルとローズトナーも増えたのでしょうか、はい増えてます、はいもちろんです、ぜひまあ、ちょっとねあのオイルに入れる技術もちょっと珍しいんですけど、まあ、水は結構ね、水の方が入りやすいんで、水の方が多分数は多いと思うんですけどね、じゃあローストナーの方が多いかもですね、うん、そこら辺欲しいです、あそうですよね原野さん、あのこの私たちの方式で作ったシャワーヘッドが欲しいシャワーなるかなまず水素どうやって入れようかな、ボンベどうしようかな、はいまあ、そこら辺にもなるんですけど、うんね、そんなことができたらいいんですけど、うん、あ南さんがジェルだとただでさえ腰の痛み消えるのに点で終わってます、もうちょっと続かれるかなと思いますけど、はい
ね、なんか皆さんの声が商品にこう生かしているところもたくさんあるので、うん、なんかね、まあ、すぐにはできないと、そこら辺はちょっとね、思っていただいたらいいんですけど、あ、やばいですねって。やばいですか。消えるのにやばいですねって、あ、ありがとうございます。はい。何かね、こんなの欲しいなとか、こんな風に活かせないのかなとかね、うん、アイデアとかね、なんかあればぜひ。そうですね、なんかこう、はい、商品にもね、なんか実際僕ものづくりそれでできますってわけじゃないけど、何か次の商品のアイデアになったり、うんうん、そうですね、うん、次の改良のアイデアになったりすると思うんで、まあそういう意見もね、いただきたいなと思います、うん、そうですね、はい、何かご質問があればぜひ今のうちに質問いただいて、ご感想でも大丈夫です、はい、お客様にね、説明できる、ちょっと資料も変えていかないといけないんですけど、ね、でちょっとこう新しく資料もしようと思ってね、今修正中なの で、 そうですね、いろいろまた新しくしてからちょっとみんなに全体に、ね、全体に向けて の、 商品説明会を、ね、一回してもいいかなと思ってるので、はい、商品説明会はお取扱店の方も、お取扱店でない方はもちろんなんですけど、お取扱店の方も何度でも入っていただけますので無料でね、まあ、今日ね思ったんですよ、一回聞いただけじゃ絶対分からへんなと思ったので、何回かね、参加いただいたらさらに商品のことも技術のことも、まあ、よくわかるんじゃないかなと思うんですよね、うん、なんか後ろがね、桜の花びらがバーッ と鳥が動いてピャーって散っていって、なんかすごい綺麗ですよね、はい、ね、まあ、鳩がいっぱい、鳩いっぱいですね、提灯とかも出てて、なんか、まあ、もう花見の宴会やね、うん、ね、まあ、いい感じ、なんか後ろの方にブルーシートが敷かれてるんで、今から宴会するのかなという感じなんですけど、あ、これを消さないとあれですね、はい、まあナノバブルが増えたっていうことは、まあ、喜ばしいこと で、 でしかもその桁が違うというかね、またね、ナノバブルに関しての詳しいセミナーやってもいいかなと思います。あ、そうですね、10の何兆個でしたっけ、10の9兆個です、ね、9兆個、うん、ちょっとね、数学弱い人はちょっと10の何兆個っていうのの分かりやすい話とか、あとその、ね、いわゆる、ね、ナノの世界、もうナノの世界から以下っていうのはいわゆる量子力学って言われてて、全然一般の物理が通用しない世界なんですよね、うん、そうですね、大学この先生も不思議でしょうがないとか、いろんな話をしてましたもん、ね、移動するときにね、こういう移動じゃないんですよ、物が消えて現れるっていう、そういう移動の仕方する世界、そうですよね、でもう一つ聞きたいんですけど、うん、そのシャワーヘッドで有名になったじゃないですか、うん、じゃあナノバブルって最近よくクレンジングとかにも入ってたりするの、はい、汚れは落ちますか、ね、ナノバブルのナノのサイズになっちゃうとあまり汚れを落とすっていうのには効果ないみたいですね、うん、やっぱりマイクロの弾けるとか汚れを吸着するっていう、ナノの世界になるとね、実はナノバブルより汚れの方が大きさ大きいんですよ、でもプラス帯電とマイナス帯電の話で言うと、汚れにナノバブルがくっつくだけで、ね、バブルにくっついてくれるわけじゃないから、じゃあそのくっついたものを一緒に流せば、うん、そうですそうです、やっぱり洗浄力は少し上がる、うん、上がるんだけど、その流す方法がね、うん、ないんで、大きいバブルで弾いた方が早いです、よくね、多分ご存知の方もいらっしゃると思う、ちょっとこう、ね、垂らしたりしたり染み付けたりしたらね、炭酸水で洗うとよく落ちやすいって、あれなマイクロバブルの力ですよね、本当に。ご質問が来ております、はい、南さん、はい、ミトコンドリアとの関係について話してほしいです、はい、それは長くない今度なんかのセミナーで話した人がいて、今日その話を午前中ね打ち合わせで言ったばっかりなんですけど、うん、ミトコンドリアってね、もともとウイルスなんですよね、でいろんな生命体に寄生して、寄生することによって自分は酸素を取り入れてもらう、その代わりエネルギーをこういろんな生命体に与えるっていう役割をして、
共存共栄を図るために、まあ、共存共栄に成功したウイルスの一つ。もともとはその人間って、動物って酸素、人間にとっては酸素って毒だったでしょ。でそれを、今は人間というか動物に、動物、ね、植物は動物から食べられないように酸素を出して、はい、まあ、毒になるものを出してたんですけど、うん、まあ、それでも植物を取っても、その植物と酸素と取っても、まあ、問題ないのはミトコンドリアのおかげなんですよね。 , 笑いって南さん、はい、笑い。ちょっとまた詳しくやりましょうか。う、ね、はい、ね、座談会ズームとかでもいいかもしれないですね。皆さん気軽に入れるような、植物もね、前ね話しましょう、うんうん、植物は植物同士化学物質で会話するんですよね。例えば虫でしょ。例えばその虫に食べられてたら、他の植物に向かって今こんな虫に食べられてるって言ってこう化学物質を出すと、その虫、その化学物質が感じた他の植物が虫が食べれないような苦い成分とかそういうのを出して自分たちを守るんですよ。だからよく森の中で一つの木だけにしか虫がつかないってことよくあるんですよね、畑でも。あれはそうやって害虫に食べられるから気をつけろっていうね、化学物質を出しながらそういう会話してるんですよね。だから人間よりもしかしたらね、植物の方がコミュニケーション能力が高いかもしれないっていう話をする。で青虫に食べられてると、その化学物質と他にもこう化学物質出すんですけど、その化学物質を感じて、いわゆる何ていうんですか、他の虫を食べるね、青虫を食べるような昆虫を呼ぶんですよ。アブラムシ、アブラムシが出てたらテントウムシ呼んだりとか、そういうのは、テントウムシなんてほとんど目見えないけど、ちゃんと青虫のいるところに行くのは、あれはその化学物質を頼りに近づいていくんですね。フィトンチッドのことでしょうか。フィトンチッドもそうですよね、うん、ありがとうございます。南さんよろしくお願いします。はい、また、ね、しますね。ちょっと一つ質問飛ばしてしまってるので、はい、お客様から水素は皮膚の奥に入るんですかとよく聞かれます。そうですね、これもちょっとね、はい、今日午前中打ち合わせしたんですけど、オイルだから入るんですよね。人間の皮脂っていうのは、皮脂って、ちょっと皮脂っていうね、油っていう字書くぐらいですから、このね、バリアなんですよ。どういうバリアかって言ったら、雑菌入りの水が中に入らないように、ここで食い止めてくれてるんですよね。油と水仲悪いんで、水は油に混ざるので、ここでこう止まっちゃうんですよ。だから、いくら水素水を、100億個、水素が入ってる水素水、ね、ナノバブルの水素水でもここにあっても全然入っていかないんで、やっぱりオイルに入れることで、オイルがこの手っていうかこの皮膚の中に入っていくときに水素が一緒に入ってって液体と一緒に水素が入っていってくれるっていうのがやっぱり重要な部分じゃないかなと思います。皮膚の奥に水素ね、もともと小さいので、ナノバブルも小さいですけど、毛穴より小さいので入っていきますね。奥に入るっていう言い方が、ちょっと語弊があるといけないので、化粧品業界でいうと角質層にしか入らないと言えないんでね、法律的にはちょっと言いづらいところがあるんですけど、入っちゃったら、あとはもう体がその水素を捕まえにいく必要なところ、ね、うん、で捕まえるっていう、ここら辺もちょっと、おそらく、松本さんの取引先なんですけど、ね、松本さんに詳しく話をしてるはずなんで、ね、資料もねお渡しいただけるはずなんで、また見ていただいたらいいんですけど、それもね座談会、ね、何も関係なく、その代理店とか取引先と関係なく、もう座談会みたいな感じでやりましょうよ。科学のこぼれ話みたいな、ね、いいですね。でZoom とかでね、皆さん意見とか、悲嘆な意見とか質問とかを飛ばしながらやりたいですね。ちょっと計画しますね。米ぬか酵素さん、河内長野さん、うん、ありがとうございます。松本さんとコミュニケーションを取っておきますぜひぜひ取ってください。勉強していただいてると思います、松本さんも、うんうん、でもし松本さんもね、わからないこととかあれば、もう直接聞いていただいてもいいですし、そのぜひZoomの座談会計画するので、よかったらね入ってきてください。はい、そ
んな感じかな、はい、はい、またちょっとナノバブルの数が増えましたっていうお知らせをちょっとね皆さんにしたくてなんか、はい、ライブを桜の下からしてみましたけどいかがでしたかちょっとこんな緩い感じでいつもライブはねなんか食べながらやったり飲みながらやったり三線弾きながらやったりなんかそんな感じしてますけどあぜひありがとうございますって、はい、ぜひぜひ入ってください。なんかすごいねカレンデュラ気に入っていただいてるみたいで、これからカレンデュラの季節なので、そうですね、はい、もうね連絡来たんですね、まだできますので、うん、今もでもだいぶカレンデュラが一番ね実はね手間暇かかってるんですよ。もうタマヌも相当ですけど、カレンデュラは抽出期間っていうのがあるので、抽出期間もちろん水素入りのオイルで抽出はしてるんですけど。ちょっと特殊な抽出をしてからさらにもう一回水素を入れるっていうね、できるだけ水素を入れる時期が最近の方がね皆さんフレッシュなものをお届けできると思ってるんで結構2回入れてるんですよね。あれね本当にカレンデュラでお肌変わったとかいう方多いんで、まあ、これからまた旬っておかしいですけどまあ旬ですよねまたねぜひ試していただける方が増えたら嬉しいなと思います。はい、まあ、ちょっとナノバブルの話からカレンデュラの話まで、ね、ちょっとミトコンドリアの話まで多岐にわたりましたけど、ぜひねまた今後ともいいニュースをお届けできるように頑張っていきますので、また注目していただけたら嬉しいです。はい、はい、じゃあ我々も花見の宴会がありますので、ないです、ないです、嘘です。ではでは失礼します。あ、石川さんもありがとうございました。段階も楽しみにしてますって。ありがとうございます。失礼します。